チョコレート、チョコレート、チョコレートはめい。ブルボン。嫁ぎ先と同じ名前の会社に忖度しちゃダメよ。いや、しかしチョコレートは人を幸せにするよね。食べ過ぎには気をつけなくちゃだけどね。チョコレートが固形物って違和感あったけど、慣れたらこっちの方がいいな。あ、そっか。マリーの時代にはチョコレートは飲み物だったもんね。そうそう。そういえば、カカオから作られた飲み物でココアっていうのもあるよね。現代では食べ物がチョコ、飲み物がココアなのかと思ってたら、ホットチョコレートっていうのもあるし、何がなんだか。そうね。じゃあ、今回は、それらの違いも含めて、お口の恋人、チョコレートの歴史を解説していこうかしら。よろしくお願いします。チョコレートの製造過程を見れば、現代のチョコレートとココアの定義がわかるわ。確か、原料がカカオっていうのは同じなんだよね。そう、カカオは最大10メートルくらいの高さになる青い葉の常緑樹。湿潤で、気温の高いところで生育する植物よ。要するにジャングルみたいな気候のところだね。その果実の厚い表皮に包まれた種子、いわゆるカカオ豆がチョコの原料になるの。このカカオ豆を発酵させた後、乾燥。砕いて皮を取り除いたものがカカオニブと呼ばれるわ。ニブ。これはいわゆるナッツの状態と言うべきかしら。甘さはなく、苦味とチョコレートの風味を感じるわ。通なチョコレート店ではこの状態で買うこともできるわ。へえ、ポリポリつまむような感じかな。あとはクッキーとかに混ぜたりね。ちなみに、普段私たちが食べるチョコレートのイメージと違って、カカオ自体に甘みはほぼないわ。え、そうなの。カカオに含まれるポリフェノールの苦味と渋みがカカオ本来の風味。製品のチョコが甘いのは砂糖やミルクを足したからね。へえ、そういえばビターチョコレートとかは甘くないのもあるもんね。で、このカカオニブをすりつぶしてペースト状にしたものがカカオマスよ。あ、それはなんか原材料の欄でよく見るよね。カカオマスには 55% くらい脂肪分が含まれているから、すりつぶしたのは粉状というよりドロドロしているの。このカカオマスをプレスして脂肪分を絞り出すとココアケーキというものになるわ。絞り出した脂肪分はココアバターね。なるほど。脂肪分だけ分離しちゃうんだね。全部の脂肪分を抜くのは難しいから、だいたい 25% くらいは残るみたい。この絞った後のココアケーキを砕いて粉末にしたのがココアパウダーね。ああ、それをお湯に溶かしたのがココアってわけだ。そう、脂肪分が少なくなった分、すっきりして飲みやすくなるわ。じゃ、チョコレートはどう違うの？チョコレートを作るには、まずカカオマスの段階に戻りましょう。脂肪分を絞り出す前で。そう、このカカオマスに、さっきココアと分離したココアバターを加えるの。え？つまり、もともと入ってた脂肪分をさらにプラスするってこと？そういうこと。ココアバターは常温では固形だけど、30度から35度くらいの温度で溶けるから、口に入れたらとろけて滑らかになるのよ。この人肌で溶け、かつ変質しにくいココアバターは非常に有用で、化粧品や石鹸などにも使われるわ。そっか、ちょうど肌に触れた温度で溶ける物質って、すごく都合のいい性質なんだな。このココアバターを増量したカカオマスに、砂糖、ミルクを加えて長時間練り上げる。その後温度調整して安定させ、冷やし固めたものがチョコレートよ。ざっくりまとめると、カカオをすりつぶしたカカオマスから脂肪分を抜いたものがココア、逆に脂肪分を足したものがチョコっていうわけね。そう、ただマリーの時代にはカカオマスからココアバターを分離する技法がなかったため、ココアとチョコレートの区別はなかったわね。うん、それ以前というか、その中間というものを私たちは飲んでいたのね。また、ココアバターは生産量が限られるため、現代ではココナッツオイルやパームオイルが代用されることが多いわ。そうなんだ。それってどうやって見分けるの？チョコレートの表示を見るとわかるわ。チョコには、チョコレート、純チョコレート、ミルクチョコレートみたいな区分があって、それはカカオ成分の割合によって定められるの。一番純度が高いのがチョコレートで、これはカカオ成分の割合が全体の 35% 以上、そのうちココアバターが 18% 以上のものを指すわ。へえ、純度が高い基準でも 35% 以上あればいいんだ。もちろん、チョコレート区分の中でも様々だけどね。最近は、カカオの純度の高さを売りにしている商品も多いわね。例えば、カカオ 80% って書いてある商品は、カカオマスとココアバターを合わせた率が 80% ということよ。なるほど。
ただ、内訳に関しては表示だけではわからないわ。カカオマスとココアバターが40対40かもしれないし、50対30かもしれない。それによって値段も変わってくるわ。まあ美味しければ問題ないけどね。チョコレートの値段を決める要素はたくさんあるわ。カカオの豆の希少性、カカオの含有量、製造の過程など。専門店のチョコレートはびっくりするくらい高いものもあるけど、それにはちゃんとした理由があるっていうことなんだね。さて問題、カカオの原産地はどこでしょう？この流れは不正解のパターンだけど、ガーナチョコとかあるし、アフリカかな？ブブやっぱり。カカオの原産地は中南米ね。アフリカには近世になってから持ち込まれたのよ。へえ、アメリカ大陸ってやっぱり優れた食材の宝庫だったんだな。メソアメリカ、現代のメキシコ南部からニカラグアにかけての地域では、古代からカカオが利用されていた形跡があるわ。紀元前11世紀のオルメカ文明の頃にはすでに栽培されていたらしく、紀元前数世紀頃の遺跡からは炭化したカカオ豆が出土しているわ。そんなに昔から？日本人がお米を作るよりも早い時期からカカオが栽培されていたんだ。ちなみにカカオという言葉も現地語のカカウから来ていると言われているわ。5世紀頃の時にはカカウと読める文字が刻まれているそうよ。14世紀頃にはメキシコ高原にアステカ王国が成立。強力な軍事力で覇権を打ち立てたアステカは、太陽暦、生産性の高い農業技術、道路網の整備など高度な文明を持っていたが、活発な商取引も行われ、15世紀には現在のグアテマラあたりにまで勢力を拡大、各地から特産物を購入させた。その中にカカオも含まれていたの。やっぱり当時は貴重品だったのかな？ええ、カカオはアステカの社会で重要な役割を果たしていたが、なんと通貨としても使われていたの。え？お金の代わりだったってこと？例えば、1545年の市場の記録では、大きいトマトはカカオ豆1粒、鶏の卵は2カカオ、ウサギは100カカオ、オスの七面鳥は200カカオといった具合ね。そうなんだ。でも、言われてみればかさばらないし数えやすいし、お金としては確かに使いやすそう。そう。保存が効いて、いつでも、どんな商品とも交換できる価値があるという信頼性、それなりの数量があり、なおかつ際限なく増やせるものでもない。これらの性質は、まさに貨幣にぴったりなのよね。まあ、そういう存在なので、カカオを食品として口にできる人は、一部の上流階級の人に限られたわ。確かに、200粒ででっかい鳥丸々1羽買えるんだもんね。気軽に味わったりできないよね。とはいえ、手に入らないってわけでもないから、庶民も、たまの贅沢ぐらいには楽しんでたのかもね。16世紀になると、アステカにはスペイン人が侵入してくるわ。いわゆるコンキスタドールってやつだね。当時のスペイン人の記録に、アステカ王モンテスマの食事風景が描かれていて。それには、食事とともに、カカオの実から作られた飲み物が入った純金のコップとか、泡立てた上等のカカオの入った大きな壺が50個以上も運ばれてきた、とあるわ。やっぱりカカオは飲み物だったんだ。ええ、ヨーロッパ人もこのアステカ人のカカオ飲料の作り方を真似たものだからね。つまり発酵させた豆を砕いてドロドロのカカオマスにした状態だ。アステカ式ではこのカカオマスに唐辛子やトウモロコシなどの粉末を混ぜ、水やお湯に溶かすっていう感じね。しかしこの油分たっぷりのカカオ飲料は水に溶けにくくて飲みにくかった。だから激しくかき混ぜて泡立ててから飲んだの。高いところから注いで泡立てることもあったわ。もこみちスタイル。おまけに砂糖があったわけでもないから、苦くて渋くて酸っぱい飲み物だったと思われるわ。あんまり美味しいものじゃなさそうだね。なんでわざわざ飲んだのかな？どちらかというと、薬としての認識に近かったと言われているわ。生薬の入った薬用飲料みたいなイメージかしらね。へ、どういう効果があったんだろ。先ほどのスペイン人の記録では、王は食事の後のあることのために飲んだ、ということね。あること？まあ、その、偉い人が、食事の後にするといえば、あれね、あれ。何？要するに、カカオには、精力増進や疲労回復、精神高揚などの効果があると期待されていたみたい。へえ、そうなんだ。実際、カカオに含まれるアルカロイドの一種、テオブロミンは、カフェインに似た構造を持っていて、血管拡張作用、強心作用、覚醒作用があるらしいわ。あながち根拠のないわけじゃなかったんだね。やっぱり、昔からの経験則って大事だな。
その上流階級のたしなむ薬であり、通貨でもあった貴重なカカオが庶民に普及するのは1521年。スペイン人コルテスによってアステカ王国が滅ぼされてからのこと。各地から購入されるカカオ豆は、アステカ王に代わってスペイン人が受け取っていた。彼らは、インディオの庶民にもカカオを飲む習慣を広めたわ。それは、みんなにカカオの味を知ってもらいたくて、ではないよね。スペイン人たちは、カカオ豆を大量にもらってもしょうがないから、それを消費させることで庶民に売却し、利益を出そうとしたの。やっぱりそういうことだよね。また、ほぼ同時期に、西インド諸島では、ヨーロッパ人の持ち込んだ、サトウキビ栽培が始まり、砂糖が生産されるようになるわ。サトウキビは、もともとアメリカ大陸にはなかったんだったっけ？そう。サトウキビは、ニューギニア原産と言われていて、そこからインド、アラビアを経て、ヨーロッパ人に伝わっていたの。ヨーロッパでは気候的に、サトウキビ栽培は難しかったけど、熱帯の西インド諸島や南米は、サトウキビの栽培にぴったりだったのよ。なるほど、この後、カカオと砂糖が結びつけられるのは、自然の流れだったって言えそうだね。ええ。スペイン人がメキシコを支配して間もなく、砂糖もアメリカ大陸にもたらされた。スペイン人は、飲みにくかったカカオ飲料に砂糖を入れることを考案し、現代でいうチョコレート、ココアに一歩近づくことになるわ。チョコレートという呼び名は、1570年代頃に広まったみたい。語源は諸説あるけど、マヤ語で熱いを意味するチャカウにアステカ人の使うナワトル語で水を表すアトルがくっついたものという説があるわ。へえ、2つの言語が合わさってできた言葉なんだ。もっともこの時点では現代の定義で言うチョコレートとココアの区別はできていないけど、ここからはカカオから作られた飲料を便宜上チョコレートと呼んでいくわね。はい。砂糖を加え、甘くて香り高くなったチョコレートは、16世紀後半にスペイン本国に持ち込まれ、徐々にヨーロッパ全土に広がっていくことになるわ。チョコレートの普及に大きく貢献したのは、ほぼ同時期に大量生産が可能になった砂糖ね。砂糖のおかげで飲みやすくなったんだもんね。そう、ヨーロッパではチョコレートは砂糖とセットで扱われ、甘い飲み物として浸透した。カカオだけではポリフェノールの苦味や酸味が強すぎるけど、砂糖の甘みが加わることでカカオ特有の風味が生きることになるわ。人間の手で運ばれないと出会うこともなかった食材同士なのに、意外なほど相性が良かったんだ。大航海時代の過程でそれまでほとんど知られていなかった食材がヨーロッパにもたらされた。ジャガイモ、トマト、唐辛子なんかもそうだよね。そう。そしてコーヒー、紅茶、チョコレートがヨーロッパに普及した時期はちょうど同じくらい。お茶は以前の動画でも解説したから、よかったら見てね。はじめにチョコレートの消費者となったのは、聖職者や貴族といった裕福な人たち。カカオはまだまだ生産も小規模で貴重品だったからね。イエツスカイはメキシコでカカオ農園を経営し、そこから上がる収益で教団の活動資金を得ていたわ。イエズスカイってザビエルが所属してた組織よね。ええ、メキシコのイエズスカイは布教活動とともに商品の生産や交易に積極的に関与し、資金調達の役割も果たしていたの。なんか意外。まあ宗教組織もお金が必要だし、実業に乗り出して資金調達するのは現代でも珍しくないわ。しかしカトリック教会ではチョコレートが普及するにつれて宗教的な論争も巻き起こったの。チョコレートで宗教論争？チョコレートは薬か食品かというのと、食べ物か飲み物かという点で、教会の人たちは暇だったの？パッと見はしょうもないことで争ってるように思えるけど、これは結構大事なことだったのよ。カトリックでは春の復活祭前の4春節などに断食をする習慣があったんだけど、この断食中は薬なら摂取 OK、 食べ物は NG なの。また飲み物は OK で食べ物は NG ね。なるほど、それは本人たちからしたら重要な問題だね。私もダイエット中にケーキ NG かどうか迷うし。いや、それは議論の余地ないでしょ。カカオは栄養豊富で健康増進に効果があるというのは認識されていて、またドロドロのチョコレートは飲み物か食べ物かというのは微妙だったわ。うん、つまり薬とも飲み物とも取れると。断食中でも栄養を取ることは必要という意見、食品とも考えられるものを口にするのは戒律違反という意見が激しくぶつかったわ。ただのチョコ好き派といらない派の喧嘩に見えなくもないけど。1569年、時の教皇ピウス5世はチョコレートは飲み物であるとの判断を下したけど、それでも納得しない人もいて、この論争は100年にわたって続いたわ。よくそんなことで100年も。
宗教論争はともかく、チョコレートは健康にいいということで、各国貴族の間で広まっていった。スペインやポルトガル宮廷では、なんとチョコレート担当官がいたくらいなのよ。え？それってどんなお仕事なの？食事会などでチョコレートを提供する際、テーブルを豪華に飾り立て、厳選された器や添え物の果物、お菓子を並べて、それらの演出をプロデュースするのよ。それは、諸外国の来賓に対して国家の威信を示す重要な役割だったわ。なるほど。現代のアートで言うと、蜷川美香さん的なことをやってたのかな。1660年には、スペインの王女マリー・テレーズがフランスのルイ14世に嫁いだんだけど、その時にフランスにもチョコレートの文化が伝わったみたいね。ああ、そういえば私の結婚披露パーティーにもコーヒー、お茶と一緒にチョコレートも出されてたな。お茶をいただく時のティーセットがあったように、チョコレートを飲む際にも専用の器のセットがあったわ。じゃ、スペイン、フランスと来たらイギリスは？以前の解説でポルトガルからイギリスのチャールズ2世に嫁いだキャサリン妃がお茶の文化を持ち込んだという話をしたけど、チョコレートもその時に一緒に伝わったみたい。ヨーロッパの国はみんな親戚同士みたいなものだから、そのつながりで文化も共通のものになりやすかったのかもね。そして注目は17世紀にスペインから独立した新興国のオランダね。オランダはベネズエラ沖のキュラソー島を領有し、ベネズエラのカカオ輸出に深く携わった。キュラソー島からオランダのアムステルダムに出荷されたカカオの量は1701年に5000ポンド程度だったのが、半世紀後の1755年にはなんと48万5000ポンドまで増加。半世紀で97倍？あら、計算早いのね。オランダ商人は中継貿易が非常に巧みで、この頃には東南アジアなどの拠点を確保し、経済大国となっていく。そしてチョコレートの近代化の第一歩もまたオランダから始まることになるわ。18世紀までのチョコレートは、発酵させたカカオをすりつぶした程度の加工で、現代的なチョコレートとココアのような区別はできていなかった。要するに、カカオマスっていう状態のまま飲んでいたんだよね。そこに革新をもたらしたのが、オランダ人の商人、ワンホーテンよ。あ、すでに聞いたことある。ココアの有名ブランドだよね。1815年、カスパルス・ヴァン・ホーテンは、アムステルダムの運河沿いに小さな工場を構え、チョコレートの製造・販売を始めたわ。風車が発達していたオランダでは、風力を使って石臼を回し、穀物などの粉引き業が盛んだった。なるほど、それでカカオ豆を砕くのにも最適だったってこと？もっとも、ホーテンの店ではカカオ豆を引くのは人力でやっていたみたいだけど。カカオ豆を引いてできたカカオマスをお湯に溶かして飲むのが当時は一般的だったけど、油分の多いカカオマスは溶けにくく、お湯の表面に塊が浮いて飲みにくかったの。ああ、それで泡立つまで混ぜてごまかしてたわけね。そこで、創業者カスパルスの息子、コンラート・ヴァン・ホーテンはカカオマスから油脂を取り除く方法を模索したわ。彼には科学や機械技術の知識があったの。へえ、やっぱり身につけておいて無駄な知識はないもんだね。彼が考案したのは、カカオマスをプレス機にかけ、脂肪分を絞り出して軽減する方法。こうして約 55% ほど含まれている脂肪分を 25% くらいまで減らすことに成功したわ。ドロドロだったカカオマスは油分を絞ったことで固く締まり、それを砕くとサラサラとした粉末になった。さらに、酸性の強かったカカオ粉末に炭酸カリウムや炭酸ナトリウムを加えることで中和させ、酸味を抑えた上に水に溶けやすくなるように工夫したの。すごい、料理って科学なんだな。こうして味もまろやかで風味のいいココアパウダーが完成したわ。これが現代的なココアの誕生ね。初めてココアを作った人のブランドが現在でもトップを走ってるなんてロマンあるよね。さらに、時代はちょうど産業革命。1850年にはアムステルダム郊外のウェースプに蒸気機関を導入した大規模な工場を建設。工場周辺には労働者のための住宅整備も手掛け、環境の良い郊外に工場と住宅を近接させる田園都市型の労働者居住地の先例を作ったわ。この結果、ウェースプの人口は数十年のうちに2倍にもなったとのことね。へえ、産業革命の労働者っていうと環境汚染の都心の狭小アパートで貧困生活ってイメージだけど、ヴァン・ホーテンは労働環境の整備っていう点でも先進的だったんだね。じゃ、ココアができたんなら固形のチョコレートは？ヴァン・ホーテンによりココアパウダーが開発された約20年後、イギリスのブリストルにて。ブリストルは大西洋三角貿易で栄え、
物資の流通が活発だったわ。薬局を営むフライ家は、とあるつてからカカオ豆を引く設備を入手していたの。カカオはまだ薬の一種としての扱いだったんだね。ワンホーテンがカカオマスから脂肪分を取り除く技術を編み出したことは、すでに広く知られていて、多くの業者は、どのようにカカオマスから脂肪分を抜くかということに関心を持っていた。しかし、薬学の博士号を持っていたジョージェフ・フライは、逆転の発想をするの。カカオマスから脂肪分を抜いたらココアになった。では、逆に足してみたらどうか？おう、まさに逆転だ。というわけで、カカオマスから抜いた脂肪分、つまりココアバターを別のカカオマスに加えてみたところ、より多くの砂糖を溶かし込むことができ、カカオの苦味も軽減した。さらによくかき混ぜて練り上げると、甘い固形物となり、成形や型抜きも簡単にできるようになったの。こうして、お湯に溶いて飲むココアではなく、初めて固形で食べるチョコレートが完成したわ。1847年のことね。カカオマスからココアバターを抜けばココアになるし、余ったココアバターをカカオマスに加えればチョコになる。無駄も出ないし美味しくもなるし、最高の発明だね。でも、ココアに脂肪と砂糖をさらに多く足したものがチョコだったのか。太るわけだよね。砂糖の価格が下がったこともあり、チョコレートは庶民にも手が届くものとなったわ。特にイギリスは大英帝国と呼ばれる黄金期、庶民の飲み物はビールから紅茶に変わり、そのカフェインが労働者たちに活力を与えたという話は以前にもしたわね。大英帝国とお茶の会だよね。そしてチョコレートも重要な位置にいたが、紅茶にはやっぱりお茶菓子が欲しいところ、そこでチョコレートが選ばれたの。きつい労働の合間に紅茶のカフェインで脳をリフレッシュし、甘いチョコレートで血糖値を上げてやる気を出すという具合ね。そっか、チョコレートもまたイギリスの躍進に一役買っていたんだね。チョコレートの進化はまだまだ続くわ。19世紀後半のスイスにダニエルとアンリという友人同士がいた。その人たちもまたチョコレートの関係者だったの？ダニエルはフランスのココア工場で働いていたことがあり、カカオの扱いに詳しかったの。一方、近所に住むアンリは薬剤師で、薬局で働く傍ら、様々な科学実験に取り組んでいたわ。やっぱり薬とか科学ってチョコレートのキーワードの一つなんだね。以前ココア工場で働いていたダニエルは、家業のろうそく職人を継ぐために帰ってきたんだけど、ろうそく製造の傍らチョコレート作りの研究をしていたの。へえ、よっぽどカカオにハマっちゃってたんだね。そして薬剤師のアンリは独自に粉ミルクの開発に成功していて、ダニエルにこれをチョコに混ぜてみたらと勧めたわ。当時、カカオは安い材料じゃなかったから、粉ミルクを入れることはコストの削減にもなったしね。ふんふん。ダニエルはその通りにしてみたけど、食感が今一つだった。当時のチョコは粒子が粗くざらついていて、それは粉ミルクも同様だった。要するに、味が良くても粉っぽかったんだ。そこで、代わりにコンデンスミルクを入れてみたところ、滑らかな食感と程よいミルクのコクが生まれた。これがミルクチョコレートの始まりね。なるほど、アンリさんの粉ミルクは失敗だったけど、ミルクを入れるっていう発想は良かったってことだ。実は、ダニエルが使ったコンデンスミルクは、アンリのライバルが開発したものだったんだけど、これに便乗して、アンリもコンデンスミルクを作り始めたの。ちゃっかりしてるな。でも、こういう人こそ成功しそうだよね。ちなみに、アンリのフルネームはアンリ・ネスレ。彼の創業したネスレ社は、現代でも世界的な総合食品メーカーに成長することになるわ。ちゃっかりのレベルが違った。でも、当時は、まだまだカカオ製品といえばココアが主流だったわ。チョコレートは、ザラザラした舌触りがつきものだったからね。ああ、さっきも言ってた、粒子が粗いってやつ。これを変えたのもスイス人。リンツというココア製造業者は、なんとかこれを改善しようと、チョコレートを混ぜ混ぜする機械を開発。リンツもまた、薬剤師の家系に生まれ、科学実験の心得もあった。チョコ混ぜマシーンも失敗しては薬剤師の兄のところへ行き、何が失敗の原因かを科学的に分析してもらった。機械の部品の形、混ぜる時間までひたすら試行錯誤を繰り返したわ。すごい執念だな。もはや仕事というか趣味の域だったんだろうね。こうしてカカオマス、ココアバター、砂糖、ミルクを3日間かけてすり混ぜたところ、非常に粒子の細かい滑らかなチョコレートが生まれた。それは食感だけでなく香りも増した素晴らしいものだったわ。これが現代のチョコレートのほぼ完成形となったの。ちなみにすでに察している人もいるかもだけど、リンツも現代では世界的なチョコレートブランドになっているわ。しかしチョコの歴史ってどれも科学者とか薬剤師が絡んでいるんだね。
もはや、チョコは科学の結晶と言っても過言じゃないな。その後も、チョコレートは世界中で愛され続けるわ。1935年には、イギリスのロウントリー社が、現代でもおなじみのキットカットを発売。え、キットカットって、そんなに昔からあったの？ええ、今から90年近くも前に生まれた商品っていうことになるわね。サクサク食感で、パキッと一口サイズに折れるお手軽感が大受けし、もはや説明不要の世界的ヒット商品となったわ。現在では、合併や買収の末、ネスレ社が製造、販売を手掛けているわね。うん。受験生とかの若々しい CM のイメージがあるから、ほんと最近の製品かと思ってたわ。ロウントリー社は、その画期的なマーケティング戦略、当時から先進的なホワイト企業ぶりなど、その歴史だけでも長編動画が作れるくらい面白いんだけど、今回は割愛。今や、当たり前の存在になったチョコレートだけど、そこには、濃厚な歴史が詰まっているわ。人の努力や科学の進歩。そして、今回はあえて触れなかったけど、過酷な収奪の犠牲となったアメリカ先住民や黒人奴隷の苦しみなどもね。チョコレートを食べるときには、それに関わった多くの人への感謝を忘れないようにしようね。とまあ、これがチョコレートの歴史についてのお話よ。ただのお菓子とか思ってたけど、随分奥が深いのね。ふふ、これはチョコに限ったことじゃなくて、身の回りの何気ないものでも深い歴史があったりするものよ。ただ、普段の生活では見えないだけ。別に知らなくても、生活に支障はないけど、知っていると、それに関わった人たちへのリスペクトが倍増するよね。ええ、世の中のいろんなことを知る人ほど、穏やかな性格をしてる気がするけど。それは、周りへの感謝とか、尊敬の念があるからじゃないか、って勝手に思ったりするのよね。そういうものかな。ま、さっきマリーも言ってたけど、身につけて無駄になる知識はないっていうことかしらね。もちろん、リスペクトの気持ちを持てれば、っていう前提だけどね。じゃあ、もっと世間に私のことを知ってもらって、リスペクトを集めれば、いつかそれが何らかの形で返ってくるかも、うふ。それはダメなパターンの思考回路ね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくね。